2009年1月13日天気、雪、今年もチャレンジに目の上高原上がってきました。でも途中でもっともっと手前でリタイアです。今1キロほどバックしてメッサーシュミットで下がってきて、ここで U ターンしてまた下へ降りていきます。そんなことは初めてなんですが、やはりスパイクに変えてもあまり意味がなかったみたいで、去年の11月に行った時のように、ノーマルダウン、タイヤの方が結構上がってくれたかなっていう感じです。こんな映像を見るのもバンショップの皆さんは、いやもう二度とこんな映像は見たくないって言うでしょうが、これから乗り込んで下っていきます。えらいことになってしまいました。自体はスピンしてしまいました。